清水峠あるいは、清水越は、香川県北郡三木町と徳島県三馬市間の峠。井の花峠や大阪峠とともに、阿山三大峠と言われる。標高325メートル。峠道は、塩野江街道もしくは祖国大谷街道と呼ばれ、国道193号に指定されている。また、県境にある交差点で、国道377号が合流している。 香川県高松市と徳島県中西部を最短で結ぶ道路として交通量は多いが県境を示す案内標識以外に峠を示す標識等はない。峠の最高地点分水嶺は香川県側にあり、佐野岸の八幡山を源流とする祖国谷川が徳島県側に流れて深い谷を形成しており、これに沿って休憩車地を国道193号が走っている。 一方、県境付近から香川県側は、こう、東川沿いの割と平坦な道路となっている。県境すぐそばの徳島県側に、清水温泉がある。入浴施設、清水温泉センターは2012年に閉鎖となったが、2016年に高松市のホテルが買い取り、県線からホテルに湯を運搬して利用している。古くから、佐乃国と阿波国を結ぶ峠として、 往来は多く、徳島県側で、金山産のサヌカイトが見つかっている。徳島半世紀には、添口番書が置かれ出入国の取締りが行われていた。江戸時代から昭和初期にかけては、阿山の他の峠同様、仮、高牛の行き来があったが、この頃高松美馬間の阿山連絡はアイグリ峠が主要路として使用されていた。明治時代中期以降、 阿山連絡のための阿山振動を建設するにあたり、アイグ峠より標高の低い清水峠が選ばれ、これ以降戦後まで数度にわたって道路の改築、新築事業が行われた。この一連の事業により、高松市と美馬群間の主要幹線は完全に清水峠に移り、1953年に国道193号に指定された。ありがとうございます。